外側の当たり、ライトスタンドへ、ようやく出ました。5年目で覚醒の時を迎えるか、筒香嘉智、今シーズンの第1号、逆転のツーランホームランは完璧な軌道でライトスタンド、今ホームイン。これが筒香嘉智という男。オープン戦も公式戦もホームランがありませんでした。ようやく目覚めた大砲。これですね、遠藤さん、本当にね、自分のスイングですよね、どこまで飛んでいったか、上段まで飛んでいきました。ライナーでいきましたからね、まだね、ちょっと1軍のピッチャーのボール慣れてないっていうのがあるかもしれないですね、はい、さあ、これは荒波右中間、ランナーは帰ってくる、二塁ランナー梶谷ホームイン、そして荒波は二塁へ、荒波のタイムリーツーベース、一本が出ました。いいですね、もう本当にこの8回の裏でのこの2点はダメ押しに近いですよね、そうですね、変わったロマンですが、確かにボールが高く浮いています。さあ、伊能がバウンド、空振り三振、ベイスターズ4勝目は伊能翔一のこの右腕。5対4、伊能今シーズンの初完投、そして待望の一発を筒香嘉智、中畑監督が目指すこの1点を守りきる野球、大砲が打ち、そして先発が完投するという、まさに理想的、まあ、最後の9回はバレンティンのツーランもありましたが、5対4で逃げ